それでは今日は水槽を掃除していきたいと思います。うちには3つの水槽があって、1つ目はこの一番大きな水槽、メダカの水槽で、2つ目にこの金魚と、あと土壌がいる水槽。土壌も、土壌が、まあ掃除したら出てくるでしょう。それからこのちっちゃいもう一個の金魚の水槽です。この金魚が、色が濃い方の金魚が色が薄い方の金魚をいじめるので、こうやって分けております。はい、そんな感じの水槽ですが、ちょっとトラブルが起きて、このフィルター3年ぐらい使ってると思うんですけど、動かなくなってしまいました。壊れたなら買い替えるしかないんですけど、ちょっともしかしたら汚れが詰まってるかもしれないので、今日はこいつを掃除してみようと思います。あと水槽にこういう水道水が蒸発した後の塩みたいなやつとか、あとよく日が当たるんで苔がねついちゃってるんで、そういうのも掃除できたらと思います。とりあえずまず出すしかないんで、このフィルター本体ごと外して、まあ、このバケツに移して、で外に運んで、ちょっとブラシで磨いていきたいと思います。はい、じゃあ続いてブラシ掃除を、金魚と土壌の水槽もやっていきます。上から見ると土壌がすぐ分かる。そう、フィルター見てもね、金魚はちょっと汚れやすいようになってます。まあ、苔が多いのは日当たりの関係かなとも思うけれど、あとメダカの水槽に比べると苔食べないのかな。ちょっとこれで綺麗にします。はい、ちょっと苔が強すぎて落ちないんで、このおちおちくんを挟んで、おちおち V ダイソーのやつ、激おちくんみたいなやついきたいと思います。ゴリゴリした感じか。ちょっとずつ薄くなってるかな。このままやってみます。今ゴリゴリに落としてます。激
激落ちくんがすごい真っ黒に。金魚かわいい。かわいいね。かわいい金魚のために両手で頑張って、もうめっちゃ汗だく。ブーちゃんも来た。見たらどうじゃん。汗やばい。もう完全に人力だから。掃除の後シャワー浴びた方が良かったよ。もう一回浴びる。掃除前にシャワー。ここがすごいよな。手が落ちすぎて見えなくなった。まあ、とはいえまた生えるから。どうちゃん見せて。ぼちぼちでいいか。かわいいね、どうちゃん。はい、ほら、すごいよ。メダちゃん。ここ日が当たるんですごい。西日かな。緑だもんね。気落ちパワーすごい。はい、綺麗になってます。はい、そしたらフィルターを取ったのでこっちも綺麗にしていきます。はい、最後は水替えで、この水を替えながらゴミも取れるすごいやつ、名前忘れましたが、水作のなんかすっごい取れますよこれ。これで水替えしていきます。でサイズ S とか M とかあるんですけど、 M が大きい水槽だったらおすすめです。めっちゃ早い。そこの方にもやっぱ汚れが溜まるんで、で砂利をかき分けて取っていきます。はい、というわけで水槽がすっかりきれいになりました。で、動かないかもと思っていたフィルターも、ちょっと掃除しただけで無事に動いてくれてきれいになってます。で、まだ今フィルター回し始めて水替えたとこなので完全に透明に合ってないんですけども、もっとね少し落ち着くと水も綺麗になってくるかなと思います。はい、こっちのフィルターも綺麗にして、はい、金魚と土壌も喜んでることでしょう。はい、まあ左の方もポチポチは綺麗にして、こちらもフィルターとお水変えてます。はい、こんな感じで3つの水槽綺麗になりました。はい、というわけで今回は、壊れたかもしれないフィルターを掃除して無事に直すことができました。やっぱりね、フィルターが壊れてるのはちょっと大変で、掃除も大変だったんですけど、まあ、ただ他のワンちゃんとか猫ちゃんに比べるとアクアリウムはまああの中で完結してるので、比較的、まあ、子育てしながらでもやりやすい趣味なのかなと思います。はい、ということでこの後は、双子ちゃんがちょうど今日発達診断の日なので病院に行っていきたいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。